同時に自治体で電力会社としてずっと私たちの暮らしに本物に行かれるために同時に自治体を回復するために今こそ原発推進政策をやめて泊まり原発を再稼働させることなく北海道の電気を安全なエネルギーによって確保する、そんな会社に生まれ変わるということを心から願っています。国連要請を発表している皆さん、この北海道にはエネルギーの元となる自然の力が溢れ返っています。太陽光にしても風力にしてもバイオマスにしても様々なエネルギー源がこの北海道には存在をしています。それらを活用することによって原発がなくても北海道の電力は十分賄える、そのことは国連の皆さんが一番よくご存知だと思っています。私たちは一日も早く原発増設から転換をして再生可能エネルギーを大きく活用していく、こんな方向に転換をしてほしいと思っています。それができるのは北電の皆さんだけです。私たち同民は北電が本当に私たち同民の期待を勝ち取れる、こんな会社に一日も早く生まれ変わっていただくことを願っています。北電本社の働いている皆さん、今日で福島第一原発事故から2年と1ヶ月が経ちました。福島では未だに高濃度の汚染水が漏れ続けている。事故を起こした原子炉をどのように復旧するのか、これから廃炉に向けてどのような作業をしていくのか、かつてない大規模な補修や作業が必要となっていて、その目処すら立っていない、それが現実だと思います。原発が事故を起こしたときにどれだけ大変なことになってしまうのか、そのことは北電の皆さんもよくご存じの通りです。今も福島県では原発事故によって15万人を超える方々が避難生活を伝えています。2年が経っても2年以上経っても未だにそれだけ多くの方々が避難をしなければならない、原発事故というのは本当に大変なことだということを福島県の方々だけでなく北海道民も日本全ての人たちが同じ思いを持ったと思います。こんな危険な原発をわざわざ廃炉に送る意味はどこにあるのか、私たち国民はみんな考えています。北電では間もなく立ち寄って一人に出て帰還しても政治の前に原発の人たちが間違うことになりますが、残念ながら本当の原子力が何なのか、そもそも原子力がどのように作られているのか、その情報の公開は全く不十分と言わざるを得ません。私たちが電力を残念ながら電力会社を選ぶことはなかなか難しいのが現実です。だからこそ福島の皆さんがこの経緯の状況をきちんと共感されて、まさに今電力会社の値上げができたのかということを正確に詳しく先生や同時に説明するという自信にあると思っています。本当に必要であるならば私たちが電力会社を悩みされることをあまりできないと思っています。残念ながら今はそこまでいたしません。もともと労働に対してきちんと情報公開を行って、なぜ今で必要なのに値上げするのか、そのことを明らかにする責任が国連の皆さんにあると思っています。情報公開に与えている皆さん、そしてご通行する皆さん、今日で福島第一原発事故が起きてから2年と1ヶ月が経ちました。今日も15万人を超える方々が生活を失っています。そして事故が起こったその時点では未だに高濃度の汚染水が漏れ続けており、これからもずっと広がる汚染水をどのように処理するか、汚染水を含めて今大変に悩んでいるのか、本当に悩みを持っている結局原発事故が起こった時期に関して今も現在進行で原発事故が続いているというような私たちは思っています。国連の皆さんも、この福島第一原発事故が、今どのように進行するのか、非常に関心を持って聞いておられると思います。それまで、原発というのは安全だ、決して事故を起こさないこと、十分に提供されて、私たちの声を主張してきました。多少事故が起きたとしても、それは何とかなるのだろう。
ただいて、今も水上バスケが避難をしている、今もこの土石流がどんどん増し続けている、この水上バスケを通して、この地域の整備をどうするのか、今までの警察に必要するようなことは、今早くやめて、大事な場所に警戒していく、そうした時へ、北海道電力自身が進まることを、心から願っています。そうしたことが、生産事業をやめて、再生可能エネルギーに転換するということは、今求められているし、このことが、北海道に安心させるとともに、大きな人材を確保するということを、必要な人材のことが、ということを考えています。私たちは、安心の生活、必要な人材のことによって、全国を見つけて、本当に心から感謝をします。そしてこれからも安定した電力供給を続けていくことになります。だからこそ、この考えを皆さんに伝えていただきます。今こそ、原発をやめて、再生可能エネルギーに転換する、このことを発表として、必死の早く人が取れることを、そのことを心から願っています。Thank you.
が海に流れ始めています。
上の教会のタンクに移すという計画ですが、今まで多くの汚染水が流れて、地下水が地下の汚染地に入る。再び地震があると大変なことになります。これは日本だけの問題ではなく、外国に対する大きな問題を残しています。北海道電力の社長さんは1月の記者会見で、泊まり原発を再稼働しないと電気料値上げというふうに言われましたが、同時に泊まり原発を再稼働する場合の安全対策をすると北海道電力さんの経営が苦しくなる、それでもまた値上げだということです。安全対策はどこまでやれば完全なのかわからない状態で、少しだけやっただけで電気料が値上がりになる。今まで原発は安いということで納得させてきましたが、もはや原発は全く経済的にも成り立たない、破綻した状態です。北海道は食料生産国地域として、高橋晴美さんも北海道の米を全国に普及するために頑張っていますが、この泊まり原発が福島のような事故を起こすと全く違うわけです。そんな危険な原発を北海道電力さんは推進しようとしている、このことについてどういうふうに考えているんでしょうか。もはや原発は私たちの命も問題として大きな問題を残しています。もうこれ以上原発を再稼働することはやめようじゃないですか。そしていろんなエネルギーを使って北海道の自然と生活を守っていこうじゃありませんか。北海道電力さんが支持している高橋、それが一番いい仕事をすることになるんだと思います。それでもなおかつ原発を再稼働するというのは何を考えているんでしょうか。原発はある人に当てれば自民党の元防衛省長官ですが、核兵器を作るためには原発が必要だと言いましたが、そんなことのために原発を捨てるんでしょうか。それは犯罪的な行為であり、ないこれだと思います。もう福島から2年経ちました。新しい安全施設がもうできていますが、もう国民は騙されません。二度と福島のような事故を起こさないように原発を止めて、北海道電力の経費も減らすように一緒に頑張ろうじゃないですか。よろしくお願いします。国連の皆様、こんにちは。私は昨年でしょうか、もう15、6回は、国連の方に、参加しております。状況は、ほとんど国連さんが再稼働をやめるっていう、そういうような決定もされておりませんし、今、再稼働をこの時とばかり狙っている、そういうような状況は、そのように私は思います。で、この度、原子力の
制委員会で、7月に、出される予定の、規制の基準案が出されました。でこれにはこれまでの過酷事故のほかに、航空機のテロで、その他に、最近出てきたんですが、火山の噴火についても検討するように、そういうような案が出されております。しかし火山の噴火だけでその他にも自然の災害というのはいろいろ考えられるわけです。例えば噴石です。これは2月の15日に、皆さんもご存じのようにロシア、ウラジスク方の、ロシア、セレジンスク州というところで隕石が落下しました。この時一部の報道機関が危なくチェルノブイリの二の舞を踏む工場のことを報道されておりました。ほとんどの方はご存じないと思いますけど、これは大変な危険を踏んでいたんです。よくご存じの方もいらっしゃいますけど、このチェリアデンシクというところには核施設がたくさんあります。で原発そのものもあります。でさらにここから約900キロぐらい先には原発が4基稼働している、そういうところがあります。その大変な事故になることだったんです。でこの15日の翌日16日にその、テレビエスク州の、地方政府が慌てて調査団を出しました。でこの時このテレビエスク州から1キロ先の湖に、皆さんもご存じのように8メートルの直径8メートルの穴が開きました。でこの湖は深さは浅いところで2メーター、せいぜい深くても12メーターのところです。でここに潜水砲、調査団を派遣しまして、でそこを調査したんですが、隕石は発見されないと、そういうふうに発表して、早々にその調査を取りやめたんです。でこれはなぜでしょうか。おそらく私が思うには、ここの地理、あるいは福祉が人工式に当たったらしいんですが、原発と隕石っていう、それを何とかしてこう結びつけないように、そういう力が、考えがあったものと私は思います。こういうような危険な状態のことは、絶対には起こらないかもわからないんですが、ちょうどこの時、爆発をしましてですね、この数分前に実は航空機が70キロぐらい離れたところなんですが、70キロですね。でここから定期便が飛んできまして、でその爆発する本当に直前に実はこの隕石と遭遇してるんですね。でパイロットの証言ですと、本当にぶつかる、そのように感じたそうです。で前方、左から右の方にこう飛んでいったんですが、この時やはり熱いものをその、熱を感じたそうです。ですから隕石は滅多に起こらないとは言っても、原発に対してもそれは航空機でさえも、危なくいつも不安でなく非常に危険を感じたというぐらいですから、その原発の機能についてもそんなことは起こらないということは、これは一切言えないはずです。で私たちはもうそもそもと自然を甘く見ます。しかしどんなことが起こるかわからないのが福島の第一原発の事故だった。あまりにも私たちは自然を甘く見て、これからもこれがあれば安全基準が、規制基準があればもうこれで大丈夫だ、最高の最下労使も大丈夫だ、こういうような淡い考えは一切全然許さないです。そうか、国連の地方の方にもこれが言いたいのですが、この機会に本当にもう再稼働をやめ、解除にするぐらいの本当にそういう決意をするべきだと思います。どうかよろしくお願いします。
ご出向中の皆さん、北電にお勤めの皆さん、お疲れ様です。お騒がせしています。私たちは小森原発の再稼働をぜひやめていただきたいということでアピール活動をしております。福島の事故はまだ全く終わっていません。汚染は少しずつ広がっています。高濃度汚染水が地下からも海からも漏れ出しています。福島の事故の収束と原因究明なくして、このまま原発を進めていいものでしょうか。良くないです。命の瞬間のシステムは壊れてしまってから取り戻すのは大変難しいです。取り返しのつかないことにならないうちに引き返すという英断をなさってください。よろしくお願いします。今なら過酷事故が起こっていない今なら、また方向転換をすることは可能なはずです。ぜひ北海道の農民の生活を支える北海道電力の皆さんに、これからの生命と共存していける営業活動をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北電本社で働いている皆さん、お冷やしすぎの中、大きな音で大変失礼していますが、私たちはこの11日、福島第一原発事故が起きたこの日に合わせて、皆さんにこの場からお伝えさせていただいています。今日も様々な人からお話がありましたように、福島原発事故は今もなお現在進行形であります。そして、あと何年経てば収束できるか全く目処が立たない。いまだに15万人の方々が避難生活を余儀なくされている。これだけ大変な事故が福島で起きている。そのことが今、日本全体で大きな不安を呼び起こしています。二度と同じ過ちを繰り返さない。そのためには、この危険極まりない原発を推進するという路線を一日も早く改めて、再生可能エネルギーへの道へと転換すること、そのことが必要なんだということは、北電の皆さんがよくご存じの通りです。私たちはこれからもそのことをお伝え続けていきます。そしてその道へ北電の皆さんが転換することが、改めて農民から信頼される電力会社へ生まれ変わることができる唯一の道だということを、このことを改めて皆さんに訴えたいと思います。今日も大変大きな音でご迷惑をおかけしました。また来月もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。IWJ 北海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんにちは。今日の配信担当、藤部佳代です。毎月11日に行われています、北海道電力前での、ランチタイムアクション、12時半から1時までお送りしました。この後、あと1時間、2時から、上田文夫札幌市長の定例会見をこのチャンネルで中継しますので、お時間ありましたらそちらの方もぜひご視聴ください。それではこちらからの配信終了します。ご視聴ありがとうございました。